設定をクリック、表示設定を展開して結果の概要を表示するをオンにします。結果の概要をクリック、このリンクをコピーして Google クラスルームやメールでリンクを送ります。このリンクを開くとフォームの結果の概要が表示されます。超絶簡単です。